こんにちは、大地です。最近ね、ちょっとこの YouTube の動画でね、激辛料理食べてみたとか、早食い、大食い、こういうね、食べ物を使った現象系多いんですよ。すっげーなんか、美味しいもの食べたいなって、ちょっとね、辛すぎる動画が多いな、最近食べ物に関しては。なのでちょっと今回は自分の褒美ではないけど、ちょっとちゃんとした美味しく食べれるいい動画を作っていきたいと思いまして、僕好きな食べ物第1位がしゃぶしゃぶなんですよ。皆さんしゃぶしゃぶご存知でしょうか。あえてね、昆布だしにつけて食べるしゃぶしゃぶ、こちらをあるものとアレンジを加えて、そのあるものかけるしゃぶしゃぶでちょっと食べていきたいと思います。これが普通にしゃぶしゃぶ食べてるシーンなんて誰もいらないと思うので、あるアレンジを加えて皆さんにこういう食べ方があるんだよっていうのをね、教えていきたいと思います。そのあるものというものがですね、 YouTuber さんだったらね、最近有名じゃないですか、あのバター1本使って丸々料理食べてみたみたいなやつね。はい、カップラーメンとかご飯の中に入れたりね。今回はそちらではなくてですね、僕が発明したバターしゃぶしゃぶ食べてみたー。もうあの昆布だしじゃなくて、バターを肉にくぐらせます。バターがだしということですよ。これにこうやってやって、こうやってやって、こうやって食べる、多分めちゃめちゃ美味しいと思う。まだやったことないのでわからないんですけれども、はい、今回はそちらを使ってちょっとみんなにね、こういう料理があるんだよっていう、こういうアレンジがあるんだよっていうのをね、皆さんに知っていただきたいので、早速作っていきたいと思います。はい、今回使用するのはこちらですね。北海道バター 200g を2つ買ってきました。カロリーがですね、 400g で約3000キロカロリーということで、やばいな普通に。まあデブ料理多分作ります、今回。はい、ということで今回はこのバターを使ってしゃぶしゃぶ作っていきたいと思います。それでは行きましょう、レッツエンド。ゆっくりしていってね。はい、早速購入したバターを溶かしていきたいと思います。これね、これ、はい、もう強火でいくからね。じゃとりあえず1個溶かしていきたいと思います。1個でどのぐらい溶けるのかね、まだ分かんない。はい、こちらね、はい、バター、こちら入れていきます。あ、でもすぐいけそうじゃない、これ。これがどのぐらいの量になるか分からないけど、ちょっと焦げないように強火でやってるんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。結構早いよこれ、2個いっちゃおう。めっちゃいい匂いするね。匂いすっごい。今回はこちらをですね、しゃぶしゃぶにくぐらせて食べていきたいと思います。まあ、バターってすげえハイカロリーだからさ、今回多分この料理で俺元気になると思うわ。毎回変なものばっか食べさせられてるんだから俺。たまにはいいよね、美味しいもの食べて終わるっていうさ、そういうのいいと思う。うん、はい、ということでバター 400g が溶け終わりました。こんな感じです。結構もうバターの感じはないね。匂いは完全にバターだけど、まあ、ほぼオイルです。はい、ということで早速このしゃぶしゃぶをですね、くぐらせていきたいと思います。絶対に美味しいだろこれ、絶対に。ただいきますぜ、いきますぜ、いきますぜ。豚肉入れていきたいと思います。バターを沸騰させてないと豚がね、ちゃんと煮ないので、今回は沸騰させていきたいと思います。うお、見て音、これどうよ、絶対に美味しいだろこんなもん。はいはいはい、くぐってくぐってくぐっていくよ。はい、やばい、完成完成完成。早速食べていきたいと思います。調理終わったバターしゃぶしゃぶです。もうね、輝きがすごいね。うん、やっぱしゃぶしゃぶって美味しそうだな。早速いただきたいと思います。いただきます。っていうかね、チーズくるんでるみたいな感じ、油っぽいけどめちゃめちゃ美味しい。ジェイアン君はしゃぶしゃぶに結構厳しいんで。厳しいですよ、絶対流行る。いただきます。どうですか、うまっ。うまいよ、めちゃめちゃうまいよ。ご飯、めっちゃご飯美味しい。これご飯あったら必ず太れます、皆さん。めっちゃうまい、味ついてる。味がね、ちゃんと豚肉に染みついてるんですよ今回。多分脂っこいな。脂っこいんだよ多分ね。そんなガッツリはいけないと思う。5枚ぐらいがベストかな。少ねえな。これでもバターだったら何でも合うわ。確かにあのバターを使えば結構何でもいけるかもしれない。作ってきてあげるからさ、ちょっと待って。あ、もっと美味しいやつ、うん、じゃあこれいけるわ。このバターマジで何でも合う説ある。できました。ちなみにこれです。おいしょ。これだけじゃ、これだけじゃね、見た目全然わかんないわ。とりあえず食べさせてあげるから、うん、目つぶって。熱っ、バターだからめちゃ熱かったぞ。はい、美味しいやろ。これだと美味しいもん。
これ美味しいやつよ普通に。料理だからもうなんで手繋ぐんだよ。椎茸です。諦め